今日はたくさんのご来賓の方々に おいでをいただいております。まずは、このぽかぽか祭り実行委員長でございます大阪香織よりご挨拶を申し上げます。すいません、皆さん 1,2 分でお願いをいたします。こんばんは、実行委員長を手伝っている大阪でございます。今日も暑かったですね。やっと夕方になって、いくらか涼しくなったかな、なったのかなと感じています。今お話ありましたように、このぽかぽかの夏祭り、18回目となるわけですが、新型コロナの影響で5年ぶりの開催となりました。今日も3時頃から市民たちが大勢来て、あちらの方で、楽しんでおりました。これからまたいろんなイベントがございます。さりゆく夏を惜しみながら、今宵ひととき楽しんでいただけたらありがたいと思っております。まだまだ暑い日が続くとは思いますが、どうぞ健康には留意されまして、限りの仕事を励んでいただけたらありがたいと思っております。今日もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。渡辺総一郎、埼玉県議会議員よりご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは、埼玉県議会議員の渡辺総一郎です。本日はぽっかぽか夏祭りの開催、誠におめでとうございます。コロナ禍を経て第18回目の夏祭りがこのように盛大に開催されますことをお喜びを申し上げます。また大樹会様にはですね、こうしたお祭りを通して地域の活性化、コミュニティの形成に多大なるお力添えいただいておりますことに深く感謝を申し上げます。ぽっかぽかの夏祭りといえば、私はやっぱりこう花火がやっぱり思い出します。この間近で見られる大迫力の花火、今日も皆様と一緒に楽しみたいというふうに思います。そしてこれから、今年もですね、平和勝次さんの歌が聴けるということで、100歳音頭の踊りもあるということでございます。白岡も100歳になられる方27人いるんですけれども、私の祖母も今月103歳になりまして、やはり長生きにはこういった体を動かして、そして楽しく笑うことがいいというふうに聞いております。この100歳音頭皆様と一緒にこう楽しく踊って、100歳を目指して、健康長寿の街づくりで皆様と頑張っていきたいというふうに思います。それではですね、もう夏も終わりになりますけれども、夏の最後に今日思いっきり楽しんで素敵な思い出を作っていただきたいというふうに思います。最後に、ぽかぽか夏祭りの大成功と皆様のご健勝ご多幸を記念しまして、私の挨拶をさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。はい、ありがとうございました。それでは大島白岡市議会議長よりご挨拶をお願いします。皆様こんにちは、市議会議長の大島でございます。本日は第18回ぽかぽか夏祭り開催、誠におめでとうございます。先ほど来から話が出ていますように、5年ぶりということなんですけども、これだけ多くの皆様がですね、このぽかぽかという施設に5年ぶりに本当に多くの皆様がお集まりいただいて、こういった大盛況で開催されますことを本当にお喜びを申し上げたいと思います。本当にですね、コロナが明けたというか、かまされて、本当にイベントがね、こういうイベントは皆さんが本当に多く集まっているところであります。今日もですね、しっかりと楽しんでいただいてですね、6時間のプログラムですかね、やっと折り返しかと思いますけれども、最後の最後まで、そして花火までですね、楽しんでいただきたいと思います。本日は誠におめでとうございます。はい、大島議長ありがとうございました。これから三林衆議院議員並びに藤井市長、あるいは、土屋復興大臣などお見えになるようでございますが、お見えになった段階でとびとびでご挨拶をいただきたいと思っております。